ヤッホー、アメカヤコです。今日は人生初ホットヨガをしに来ました。今日はアクリットさんで、翔子先生に、翔子先生に教えていただきながら、初心者向けの初めてなので、ヨガもホットヨガもなんですけど、ではアメカに教えてもらおうと思います。では早速
いいでした。本当に抱きしめたら肘を持って、そうです、肘さんだそれで十分です。肘が真ん中でいいのが胸の真ん中くらいで OK です。はい、では息を吸って吐きながら今度は左側に体重をつけてます。右足をちょっと伸ばせる、息を吸って吐きながらお尻を後ろにグッと、後ろの足左足も曲げていきましょう。そうです、そうです、前の足外せたら外して左足しっかり曲げて椅子に座って、弾んだ方は前足をつけてて全然大丈夫です。息を吸って手と指先と目線前です。肘が曲げたまま、肘が曲げたまま肩甲骨をやる、呼吸止めずに息を吸って吐いて頑張って、もう一呼吸、吐き吸って体を戻したら抜いていく足開放です。軸足くるくるくる、もう一つ立ちポーズいきましょうね。有名なポーズ、ブルーシャンサーの木のポーズです。今度は左足のつま先45度くるぶし、ふくらはぎ、太もも、立ちますね。体を中心に感じて手の前に出しましょう。息を吸ってぐっと伸びましょう。伸びて伸びて OK です。遠く一点を見ながら呼吸縦に通します。息を吸って長く吐いて、お腹の下にぐっと力を入れて、とても綺麗にできてます。もう一つ吸ったらゆっくりと手を戻して、こちらの方がきっと体が安定してますね。そうですよね。ゆっくりで開放です。足も開放しましょう。軸足くるくるくる、はい、OK です。ゆっくり座って汗拭いてお水取りましょう。今ので吹き出しました。暑いです。なんか全然激しい運動してるわけじゃないけど、それぞれの筋肉がなんかこう動いてる感じ。右手を後ろのももにそっと添えて、吸いながら左手上です。キュッと縦長に伸びる体を感じましょう。はい、吐きながら前の足の横に手をついて、下の手に頼らずに右手上に伸ばして、この伸ばしている手の力で体を引き上げます。で、左のバストが右の膝の内側に近づいてきます。はじめにやったチャイルドポーズで少しお休みします。手を前に伸ばしてお手つきたいです。息を吸って背中側を起こして触れるようなイメージで OK です。吐いてリラックス、うん、お尻の方に後ろにずっと起きて体をリラックスしてあげます。はい、ではこのまま手を置いて床を押しながら起き上がっていきましょう。一旦汗拭きを水取りましょう。すごい気持ちいいですよね。あ、気持ちいい。汗がでも本当に一気に出てきました。気持ちいい。なんか全然きついとかはなくて最高に気持ちいいですね。そのままお尻をピンとさせるようなつもりで、頭の頭頂を前に引っ張っていきます。背骨と床が平行です。まっすぐ目線に顔を見て背骨と床が平行を意識しましょう。もう一つ伸びて肩と耳を離します。可能であれば腰の手を外して手を床に、お尻をぐーっと後ろに引き込みながら体調の下になります。膝から膝を曲げていきましょう。はい、手を腰に戻して、次の吸い呼吸が来たら頭を方向を通るようにぐーっと上げて、今すぐ起き上がっていきましょう。頭を方向を通りながら起き上がっています。 OK です。では肩が柔らかくしたら肩の位置がね、めちゃくちゃハマりそう。なんか毛穴ってこんなとこ取れたみたいな。すっごい汗かく。でもなんか汗をかく力がちょっと弱い気がする。先生みたいにガーって汗かけないから、そうやってたらなんかもっと難易度的には結構高いポーズなんですけど、でもできそうですよね。足を上げて、あ、全身寄りですね。この手で持ってこう肘、多分私より余裕でできるかも。膝の遠くにありながらお尻を少し下にして、この手を、そうです、頭で手を押すようにしていく。うわ、バカです。でも綺麗です。上手にできてます。やった。その流れがいいですね。これなかなかできないですよ。すごい、初めての方でなんか自分がそれとってもらえるなと思います。やった。あんまり言われたことないし思ったことない。そして一体立ちながら逆側にやってみてください。
ちできないとか、逆にこっちがすごくできたとかあるので、モグラがいらないんですね。こう、そうですね。こっちの方が辛いかな。こっちの方がちょっときついですね。お尻をもうちょっと右の下げるのを下に下に。そう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 。うわあ、背中でギュってこう引っ張られます、ね。確かに。でもとても上手です。やった。真ん中に手を通して、膝が平らなら抱えましょう。息を吸って。吐きながら左の膝を左の胸にキュッと近づけます。右のお尻伸びてるのを感じましょう。ふーっとリラックス。お尻キュッて伸びてますよね。こちらも伸びします。最高に気持ちいいです。毎日やった。出たくない。